ご指名ありがとうございます。金美館通りの藤村です。今日はクリスマスイブですね。藤村は現在ホスト通いもしていないし恋人もいないので、今夜は真面目に何も予定がないので、初見の VTuber のライブ配信とかに満単位で投げ銭でもして、初回シャンパン気分で味わおうかなとか思ったりもしましたが、なんかそういうのって叩かれたりしそうなのでやめときます。あんまりまだ VTuber の世界のしきたりとか分かってないんですよね私。はい、今日は藤村の過去のクリスマスについてお話ししますが、ホス狂いって言っても自分もお風呂屋さんでお客様に色恋営業をしていたものですから、自分が楽しんでる場合じゃなくて1年で一番の稼ぎ時なんですね。冬のボーナスの後でもありますし、何をしていたかというとイブなんて普通に仕事していた記憶しかないです。他のホストのお客様の女の子たちも稼いでいる子ほど真面目に自分のお仕事をしているわけですから、エース級の子たちはほぼその日もお仕事です。だいたいクリスマスにホストクラブ行っても微妙な余興を見させられて、つまんないビンゴに参加させられるっていうくらいです。だから当日じゃなくてだいたい22日とか23日とか、ちょっとクリスマス前に一緒にクリスマスを過ごすことが多いですね。担当に食事に連れてってもらって、2万円のコース料理をご馳走になったりして、5万円ぐらいのプレゼントもらったりして、お店でシャンパン入れて30万円ぐらいこっちが払うみたいな感じです。イブは私自身は自分のお風呂屋さんの太いお客様と外出とかで食事に行ったりして、外出っていうのはお風呂屋さんは通常お店の中の個室でサービスをするんですけど、3枠分とかのお金を払うと大体どこのお店もその時間分、例えば120分が1枠なら3枠分で6時間、女の子をお店の外に連れ出すことができるんですけど、その外出でお食事に行ったりデパートに行って女の子の欲しいものを買ってあげたりするわけです。はい、こうして考えてみるとですね、街中で見かける幸せそうなカップルも裏はどんな事情があるか分かりませんから、今日みたいな一人ぼっちのクリスマスイブでも精神的なダメージを受けずに藤村は心穏やかに過ごすことができるんです。なんか初回でも行こうかな。はい、それでは今日はこの辺でお上がりなさいませ。